ちゃってちゃわのまま入っていっちゃうので、餌のが入って、えらいドロドロになったら、ね、多分横に置いといてもらった方がいいと思う。なんか羽切るとかさっき言ってたら、あ、そうですね、あの大きくなってから羽飛ぶんですよ、結構なんで羽切ってもらった方がいいと思うんですけど、もしあれだと大きくなって連れてきてもらったらここで、あ、そうなんですね、はい、切るので、もし最初切るってなった時はあのまた説明とかできるので、多分ね、このサイズだと全然まだ説明できるほど羽も生えてないので、ね、ね、大きい子がね、いけたらあれなんです。じゃあお名前と、はい、書いていただきます。読んでいただいてからお願いします。世話してあげてもらわせてます。かわいいかわいいって言ってたらめっちゃ懐いてくれるから。へー、まあ、このサイズやったら擦り込めてても、ちっちゃい頃に見た人親だと思うので、このサイズから買ってるとみんなお母さんってなるので、へぇー、なるほど、おとなしいな。読んでるの、ちょっと寒いな。あ、そっかそっか、読みんなちょっと寒いな。だいたいに30度近く、そうですね、そうですよね。あったかい、でも体は、うん、おいしいな。引っ立たせる、寒いな、ちょっと寒い、引っ立ってる、引っ立ろうか、かわいいな、うん、これいらんの、もうそれもつけるか、やかわいすぎな、めちゃくちゃ可愛いやん。いい音。なんか慣れてきてる。なあ、さっきの箱より大きいもんな。ひよこさ、足切ったあかんの？あ、もう立ってるところが、うん、いいけど、なんかこう座ってる状態なのがまずよくない、寝るときにしたり倒れるし、寝るとき寝かしとったったら、こう早っ、うん。